今回は腰が反れてる方にとっておきな腹筋方法を紹介していきます。反り腰になってしまうと、どうしても姿勢が悪くなって、前ももの張り、腹筋の低下、お尻の出っ張り、そのような原因が起きてきます。そこで今回改善できる腹筋、ヒップアブスになります。今回の腹筋を行うことで、姿勢の改善、お腹をへこませる力っていうのが身についてきます。腹筋しても腰が痛いよとか首が痛いよって、そういう方にはね、おすすめのやり方になります。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、姿勢を改善するため、女性におすすめなヒップアブスを紹介していきます。まず、女性の多くは、反り腰になってしまっているんです。男性よりも女性の方が反り腰になりやすいです。というのも、お腹に赤ちゃんができた時のために、男性よりも骨盤が前傾しているような形になってしまってます。これが前傾しすぎると、反り腰になってしまって、お腹が出る、お尻が出る、上半身が反れて、のけぞった体勢になってしまうっていう原因になってしまいます。それを改善するポイントとしては、腹筋、腰のストレッチ、前もものストレッチ、もも裏のエクササイズ。この4つがポイントになります。今回腹筋を行うことで、この4つ全部解決できるやり方になります。反り腰だよ、お腹出てるよって方は一緒に頑張ってみましょう。たった10回でいいです。スマホを持ったまま行いましょう。行きましょう。はい、まずスマホを持ったまま寝っ転がりましょう。そしたら普通腹筋ってこっからこのように起き上がりますよね。だけど反り腰の人っていうのは腰が反れてるので、あんまりこれぐらいしかね、体が上がらなかったりします。もしくは上がろうとすると足がね、上がってしまう。そうすると体が上がってこれないので、今回はまずお尻を上げます。そしてもも裏に効かしたいので、膝の角度を少し緩くして、つま先を上げてお尻を上げます。足はできれば閉じてください。ちょっと開いてしまう分はいいです。できれば閉じます。足前に出してお尻上げて、これでお尻ともも裏を使ってます。このままお尻を下ろすと同時に、ふーって息を吐きながら起き上がります。戻ったら吸う。息を吐きながら、戻ったら吸う。これを一緒に10回やってみましょう。ポイントとしては、お尻をしっかり高く上げて、腰を丸めながら、お尻を下げる。少し反動を使って体を起こしていきます。これね、もも裏の鍛える、前もものストレッチ、起き上がる時の腹筋、しっかり起き上がった時の腰のストレッチができます。一緒に10回やっていきましょう。スマホ持ったまま見ながら行きましょう。それでは、行きます。つま先を上げて、スタート。1。ゆっくりでいいです。2。息はしっかり吐き続けてください。3。太ももに胸をつける感じで、し、腰を丸めたままでゆっくり帰ります。5。6。7。どうですか。お腹をしっかり引っ込めて、腰からゆっくり返る。お尻上げて、9。腰しっかり丸めて、10。 OK です。今のでお腹を使う感覚がすごくできたと思います。今度バージョンアップをちょっとやってみましょう。たったの10秒キープでいいです。今の感覚でお尻を上げて、お尻を下げて起き上がったら足を伸ばす。これで10秒キープ。そしたら変えます。これを1回だけやっていきましょう。
10秒間息は吐き続けてください。そうすると腹横筋が鍛えられるのでお腹が出にくくなります。これを一緒にいきましょう。お尻を上げて、それではいきます。スタート。起き上がったら足を伸ばしてキープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。今ので腹横筋が鍛えられました。最後、下腹を鍛えていきましょう。これは5回だけでいいです。頑張っていきましょう。スマートフォン持ったまま肘をついて、肘で床を押す感じで上体を少し起こしてください。ちょっと二の腕が鍛えられると思いますが、頑張ってください。少し二の腕がだるくなります。で、足を伸ばします。このままこれぐらいの幅だけゆっくり5回ほど動かしていきましょう。呼吸は1回につき1呼吸です。吐きながら上げて戻ったら吸います。5回、最後頑張っていきましょう。肘ついてしっかり腰が床につけてください。それではいきます。スタート。1、腰が反れないように。2、3、4、お腹がプルプルしてますか。5、 OK。 お疲れ様でした。3種目紹介させてもらいました。これはどれも女性におすすめな腹筋方法になります。特に1種目目はすごく大切な方法になります。何十回もしなくていいので、1日10回だけでもいいです。これをやるだけで腰痛改善、骨盤歪み、姿勢の改善、これができてきます。体っていうのは今の状態をキープしようとしますから、悪い状態もキープしてしまいます。なので体の姿勢を矯正することを毎日続けると、その体勢をキープする体ができてくるので、初めに行ったヒップアブス、ぜひ動画を見ながらまたやってください。頑張った方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からインスタグラムなど見てもらって、リンクのフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。